ここはハードオフ横浜緑園都市店だよ。ここは閑静な住宅街にあるんだぜ。緑園都市というだけあって緑が多いね。この近辺は坂道も多いんだよ。それじゃあ早速店内に入るよ。ここはジャンクコーナーがとっても広いぜ。ジャンクが充実していてとっても楽しいね。カメラがたくさん並んでいるね。それじゃあジャンクパソコンを見ていくよ。上が小スペース PC で下がでかい PC だぜ。このエプソンのパソコンは5500円もするね。セレロン G550 を積んでいるね。 CPU の数字を値段にすればいいのにね。こいつは880円だぜ。これはただ見チェックとしか書いてないね。 Windows XP も自体のパソコンだね。 Core 2 Duo ので初めのやつだね。隣のやつは1100円だぜ。これはハードディスクの他にメモリーまで出ているね。デルだから仕方ないんじゃない？隣のやつは4950円だね。リカバリーの途中で停止しました。ハードディスクのエラーなんじゃない？第一世代コア i5 とうるさいかな。シールだけでスペックを判断するのは危険だね。シール通りのスペックならお買い損だぜ。これは1100円だね。このパソコンで一番高いのが OS 代だね。ほとんどがインストールの手間賃だね。隣のやつは5500円だぜ。これはさっきのやつよりも性能がいいね。さっきのやつよりいいのにこっちのが安いね。ハードディスクの容量が少ないからじゃない？隣のやつは4950円だぜ。これは値札がくたびれているね。売れないからじゃないの？値札の数字がにじんでいるね。売れないから涙をこぼしたんじゃないのか？隣のやつは5500円だね。これは LGA1155 だね。1155から5500円という値段がついたのかな？隣のやつは値札が逆立ちしているぜ。値段は2200円だよ。これはメモリーが抜いてあるんだね。第3世代コア i3 搭載だね。さっきのやつより性能がいいじゃないか。ちゃんと動けばさっきのやつよりもずっといいね。隣のやつは3300円だね。電源たまに落ちます？ CPU の発熱の問題じゃないのか？電源の問題かもしれないね。隣にそっくりさんがいるね。これは6600円だね。見た目はそっくりだが性能はこっちの方が上だぜ。6600円じゃ誰もいらないけどね。これは5500円だね。さっき似たようなやつが同じ値段だったね。同じようなやつでセレロン G550 があったぜ。値段も同じだったよね。これは4400円だね。これは親切に非常に動作が重いって書いてあるね。非力な CPU に 1GB のラムなら大体想像がつくぜ。下には大きいパソコンがあるね。これは1650円だね。これじゃあスペックがわからないね。隣のやつも1650円だぜ。これは故障しているのかな？ビープ音が鳴ってきとるつもりだね。メモリーの接触不良かな？隣のやつは2200円だぜ。これもメモリーがついてないね。前の持ち主が抜いたのかな？隣のやつは Mac かな？鏡張りの素晴らしいパソコンだぜ。値段は1650円だね。Mac にしては安いんじゃない？隣のやつはなんと1万、1000円もするね。見た目はすごいが中身はしょぼいぜ。せめてこれがコア i7 だったらいいのにね。この見た目に釣られて買っちゃう人がいるのかな？隣のやつはサーバー用のような見た目だね。いかにも高級感を感じさせるケースだぜ。高級そうに見えて中身は抜いてあるんだね。CPU まで抜いてあるね。これじゃあ対応 CPU すらわからないね。これはとってもレトロなパソコンだぜ。値段は3300円だね。動作未確認部品取りに？通電確認くらいはしてほしいね。こいつも3300円だぜ。これも動作がとっても重たそうだね。重量も重たそうだね。こっちにはノートパソコンがあるね。これは330円だぜ。気になるから開けてみようよ。それじゃあ開けてみるよ。これは液晶がバリバリに割れているよ。これはとっても気持ち悪いぜ。こんな割れていちゃ誰もいらないんじゃない？液晶パネルを交換するほどの価値はないもんね。隣のやつは3300円だよ。
動作にチェックで3300円もするのかよ。こっちのノートパソコンはみんな寝ているね。眠たいから寝ているんじゃない？これはなんと12980円もするね。これは液晶に傷がなければ中古品として高く売られているぜ。隣のやつはなんと19800円もするよ。フレームバカバカしてます？フレームがバカになっちゃったのかな？ネジがバカになることならよくあるぜ。ここは隙間があるから誰かが買ったのかな？お買い得なものが置いてあったのかな？隣のやつは全然お買い得じゃないね。値段は10000円もするぜ。こんなの10000円も出して買う人はいるのかな？知らない人がお買い得だと思って買っていくんじゃない？これは1650円だよ。これはメモリーが抜いてあるじゃないか。壊れているんじゃない？メモリーを入れて動かなかったら大損だね。この白いやつは値札がついてないね。どこかに小さい値札がついているんじゃないか？小さい値札がついているね。値段は1100円だね。これも不動の予感がするね。これも未チェック品だぜ。NEC の AC アダプタなら青箱にあるのにね。これはなんと10000円もするよ。ちょっと見にくいけど Windows8 が入っているよ。おまけに液晶にカビもついているぜ。これは AC アダプター付きだね。隣のやつも AC アダプターが付いているね。セットになっていると便利だね。値段は3300円だぜ。 Windows Vista がリカバリ済みだね。エンターキーが反応しない？エンターキー1個のために外部のキーボードを使うのは邪魔になるね。これは未チェックで880円だぜ。これは画面がホコリで汚れているね。そんなこと誇らしげに言うことじゃないよ。隣のやつも880円だよ。これも未チェック品だぜ。いかにも壊れていそうな予感だね。これは腹綿がむき出しになっているね。部品を取った後でここに捨てたんじゃない？すでに取れるパーツは限られているぜ。隣のやつは7700円だね。これはドル差するキャンプ品だね。たびたびフリーズします？ CPU 使用率が 100% で固まってしまうんじゃないのか？こっちにはタイプライターがあるね。タイプライターだらけだよ。タイプライターでタイプミスをしたらどうやって修正していたのかな？修正テープでも使っていたんじゃないのか？棚の上には抜け殻がたくさんあるね。この先はずっと抜け殻だらけだよ。USB 3.0 もない古いやつばかりだね。中には鍵付きの高級なものもあるぜ。昔なら高級品だったね。反対も棚にはプリンタがあるね。プリンターはどこのハードオフも大量にあるよね。それだけ売れないってことだぜ。これはそのうち売れちゃいそうだね。多少のことなら気にしない人にはこれで十分だよ。これはヘッド自体の不具合だからクリーニングしても直らないけどね。これは単なるノズルの目詰まりではないぜ。隣にすごくひどいやつがあるよ。これはハードオフの中では優秀なプリンターだよ。ヘッドエラーが出ないだけ優秀だね。プリンターは使い物にならんがスキャナーは使えるぜ。これはかすれているというレベルではないね。ここに全く使い物にならないプリンターがあるよ。エラーが出るプリンターはどうにもならないね。隣のやつもどうにもならないぜ。これはインクを認識してないんだね。これは一体いつからここにあるのかな？2009年からここにあるのかな？2009年からあったら値札がもっとひどい状態になっているぜ。長期在庫であることには変わりないね。これはハイインク吸収体がいっぱいだよ。交換しても使えるようになる保証はないよ。ここに2007年発売の名機があるぜ。さすがに状態の良い個体はほとんどないね。プリントヘッドエラーが出ないだけでも奇跡なんじゃない？モノクロ印刷ならギリギリいけそうだね。文書印刷のみなら使用できる裏技があるぜ。裏技の動画は概要欄のリンクを見てね。割と使える裏技なんだよ。こっちには電話がたくさんあるね。今は固定電話のない家庭も多いんだぜ。一人暮らしだと携帯電話のみの人も多いよ。スマートフォンよりも値段が安いね。それじゃあ今度は青箱を見ていくよ。青箱がずらりと並んでいるぜ。割と整理されているよ。
キーボードがキーボードでまとめられているね。値札がないキーボードは110円なんだね。こっちにはマウスがあるぜ。これは珍しいボールのマウスだね。ボールのマウスって今は製造しているのかな？これはもう骨董品なんじゃない？今はほとんどが光学式だぜ。ボールのマウスは台座が悪いとちゃんと転がってくれなかったね。矢印も動きが悪いとイライラしちゃうよね。こっちにはモニターケーブルがあるね。これも値札がついてなければ110円だぜ。すごく合理的な方法だよね。ケーブル類もお店によって値段がバラバラだね。みんな110円で統一しちゃえばいいのにね。550円で売っているお店だってあるぜ。高くても他に行くのが面倒だから買っちゃうんじゃない？こっちには IO パネルがあるね。買っていく人はいるのかな？これは IDE のボードだぜ。 IDE を増設するのに使っていたのかな？ PCI バスがない今のパソコンでは使えないね。こっちには PC パーツがあるね。ハードディスクがあるぜ。値段は550円だね。 500GB だから 1GB 1円だね。ジャンクだから動くかどうかは運次第だね。注意って書いてあるぜ。健康状態が注意ってことかな？一応読み書きはできるようだね。これは一体何かな？3列15ピンだぜ。 VGA の端子と同じだね。行き止まりだから数端コネクタかな？スカジーのターミネーターのようなものかな？これも3列15ピンだぜ。これは何かと変換するやつだね。これは VGA と DVI を変換するやつだね。奥には CPU クーラーがあるね。毎度金具がついてないぜ。せめて取り付けていた金具もセットで持ち込めばいいのにね。この値札を剥がさないと冷えないね。これは乗せるだけのテスト用に使えるね。固定できないからすぐずれちゃうぜ。こっちにはメモリーがたくさんあるね。値札のついてないやつはみんな110円だよ。たまに値札が邪魔をして容量の確認ができないことがあるね。ここまで古くなると容量は関係ないぜ。袋に入っていたりなかったりするね。こっちはデスクトップ用のメモリーがあるね。袋に入っているやつはかなり前からあるんじゃない？大量に買って動作するかしないか検証するのも面白そうだね。こっちには IDE ケーブルがたくさんあるぜ。IDE はとっても面倒が臭い企画だったね。まっすぐ刺さないとハードディスク側のピンも曲げちゃうね。穴が塞がっているやつとないやつがあるね。ペリフェラル電源が硬くて手が痛くなるぜ。こっちにはマザーボードがあるね。これはもう袋がボロボロだね。値段は1650円だよ。何年もずっとここにあるような感じだぜ。メーカー製 PC から抜いたのかな？これは袋が比較的綺麗だね。こっちの方が先に売れちゃうんじゃない？こっちのやつは PCI エクスプレスがついているぜ。値段は1100円だね。LGA1156 あたりかな？ LGA775 と LGA1156 と2つ書いてあるよ。これじゃあどっちなのかわからないじゃないか。ピンの数を数えればわかるんじゃない？こっちにはグラボがあるね。このグラボも袋がボロボロだね。値札もボロボロだぜ。値段は100円だよ。100円じゃなくて1000円だよ。値札の数字のところに穴が開いていて紛らわしいね。100円だと思ってレジに持っていくのを期待しているんじゃないのか？ただでも誰も持っていかなそうだね。こっちにちょっと良さそうなやつがあるよ。これはさっきのやつより良さそうなのに550円だね。HDMI もついているぜ。型番は何かな？ MSI の R6870 だね。今となっては低性能だね。VRAM が 1GB なんだぜ。こっちに誰も買わないようなものが売っているよ。静電気防止袋が売っているね。しかもこれは1枚単位で売られているよ。1枚で330円もするぜ。袋に新品が売っているよ。新品の袋ですらあまり買う気にはなれないのにね。パーツを買ったら必然的についてくるもんね。こっちには光学ドライブがあるぜ。薄型のドライブがあるよ。値段は110円だね。こっちにはフロッピーディスクドライブがあるね。これも110円だぜ。奥の方に面白いものがあったよ。
これは外付けのハードディスクかな？値段は110円だよ。これは古いタイプのスカジーだぜ。PC98用みたいだね。でもこれは軽いから中身が抜いてある可能性があるよ。中身が入っているなら買っていくけど側だけじゃいらないね。こっちにも光学ドライブがあるぜ。このオレンジのドライブはよく目立つね。これはとっても変わったドライブだね。これはシールが貼ってあるよ。しかし黒縁にオレンジのトレートは珍しいぜ。オレンジのやつと交換したんじゃない？ベゼルとトレイの色違いはおかしいもんね。それじゃあ今度はゲームを見ていくよ。毎度毎度 E が大量にあるぜ。これは付属品付きで1650円だね。こっちには PSX があるね。値段は3300円だね。ゲーム読み込みませんで3300円だぜ。隣のプレステ3も壊れていて3300円だよ。壊れている割には高いね。こっちには地球儀があるね。世界で一番正確な地図が丸い地球儀なんだぜ。正確な地図だけど値段は330円だね。カーナビも地図よりも正確なんだよ。普段見ている四角い地図はメルカトル図法なんだよ。この丸い地図を平面にすると四角にはならないんだぜ。日本って意外と大きいんだよ。メルカトル図法では北や南ほど引き伸ばされて不正確なんだよ。球体を正確な平面にする方法はないのかな？圧力をかけて潰しちゃえば平面にできるんじゃないのか？そうじゃなくて球体をちゃんとした四角にしたいんだよ。ドロドロに溶かして型に流し込めばいいんじゃない？こっちにはピコがあるね。山梨のハードオフでは毎回見かけるピコだぜ。値段は330円だね。ピコは小さな子供が喜ぶゲームだよ。隣にはビンゴのゲームがあるよ。これはゲーム機ではなくてリアルなゲームだぜ。カードが入ってなさそうだね。こっちにはゲームソフトがあるね。青箱にゲームソフトが大量にあるよ。新潟にある長岡川崎店は中古品が大量だったぜ。長岡川崎店はジャンクのゲームソフトが全然なかったよ。中古品として高く売るかジャンクの青箱に放り込んであるかの違いじゃない？ジャンクでも大抵は動作するもんね。三重県の桑名山市パーク店に不動のゲームソフトが売っていたぜ。親切に動きませんって書いてあったね。ファミコンソフトは野球ばっかりだよ。野球にゴルフに麻雀ばかりが集められているよ。神奈川のハードオフはほとんどこんな感じだぜ。ファミコンのカセットはほとんどが中古品になっているよ。ジャンクのカセットは売れないゲームの寄せ集めだね。なぜかファミコンだけがこんな感じなんだよ。スーパーファミコンは面白いカセットも青箱に入っているぜ。こっちにはスーパーファミコン本体があるね。動作状況が何も書いてないね。値段は330円だよ。値札がついてなければ110円だぜ。ほとんど値札がついているよ。これなんて550円もするね。2個買って2個とも不動だったら泣いちゃうね。隣の箱は初代プレステだぜ。初代プレステは330円だよ。動くかわからないのに330円だね。こっちには普通のファミコンがあるよ。初代プレステも一緒に入っているぜ。なんと女の子のプリクラ付きだよ。1997年のプリクラなんだね。可愛い女の子だね。なかなかのべっぴんさんだな。若くて美人な女の子だね。このプレステはプリクラに価値があるね。奥には Wii があるよ。ゲームできましたで1100円だぜ。普通のファミコンは何も書いてないね。スーパーファミコンも入っているね。スーパーファミコンは330円だね。普通のファミコンは550円だぜ。下にまたプレステがあったよ。これは相当昔からここにあるんだね。こっちには攻略本がたくさんあるよ。値札がついてなければ110円だぜ。ほとんど値札がついてないよ。これはブックオフよりお買い得だね。攻略本って意外と高いもんね。超大作 RPG には攻略本は必須だぜ。完全なクリアをするには攻略本が必須だね。こっちにはパソコンゲームがあるよ。これはゆるファンだぜ。なんだかとっても可愛いね。ゆっくりのキャラクターに似ているね。これはボノボノくんだね。これものんびりとしたアニメだぜ。値段は550円だね。
Windows 95の違いもものかな。 Windows XP で楽しめそうだね。こっちにはピコのソフトがあるぜ。ピコのソフトは絵本になっているんだよ。ページをめくると画面も連動して変わるんだよ。こっちに何も書いてない青いソフトがあるね。それじゃあ開けてみるぜ。これもピコのソフトだったよ。テレビとおしゃべり？これじゃあまるでテレビに向かって喋るおばさんみたいだね。ノートパソコンがたくさんあるぜ。綺麗にラップで巻いてあるね。ジャンクチンと違って綺麗に並んでいるね。ジャンクのノートパソコンはみんな寝ていたもんね。中古パソコンも子守歌を歌ってやれば寝ちゃうんじゃないのか？それじゃあゆゆこちゃんが歌ってみてよ。ねえねえコロリーよコロリーよボーナーが良い子だねえねえひまタブレットパソコンが寝てるね。それじゃあ長くなったから今回はここまでだぜ。次回もまた翌縁としてんだよ。それじゃあ次回もまた見てね。ご視聴ありがとうございました。